Thank you for watching my video. I'm Dashi Kashiya, Make It Teacher. I have explained the key to the whole in the heart is the body, how to make a potion. My favorite word is シャツクオモロゼン。はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。はい。皆さんいつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい。6月に入りまして、今年も1年が経とうとするんですけども、はい。皆さんにですね、私がこの半年間やってきてね、本当に、こう時代が変わったというか、弓道のこう対する捉え方みたいなのが変わったんじゃないのかなと思う出来事がいくつかあったので、それをお話ししたいと思います。と同時に、ぜひね、皆さんにね、このコロナ禍だからこそ、あるいはですね、こうね、緊急事態宣言とか出ていて、まさに生活習慣が今変わってると思うんですけど、だからこそやっていただきたい、やるべきなおすすめのことをご紹介したいと思います。結論から言いますと、新しいことに挑戦してください。今だからこそ新しいことであったりとか、面白いことであったりっていうものに挑戦できます。どんな環境やどんな状況にいたとしても、新しいことをやることによって、あの考え方が広くなったり、新しい知見を得たりとか、あるいは将来どうなるのか、そういった時にね、自分のことを対処できるようになります。で、私にちょっとねお話をすると、先月ですね、オンラインでセミナーをやったわけなんですけども、全部合わせて60人ぐらい来たんですね。でもこれ本当異常です。正直異常です。はい。いつもリアルでね、稽古会とかで来ていただいている方もたくさんいるのにもかかわらず、オンラインでその日本の人たちがこれだけ集められるんだと、いうことと、あと最近そのスポーツ選手にこう弓道を教えるっていう、まあ、ちょっと新しいサービスっていうのもやったんですけど、これもねまたすごくて、こう今ね10種類ぐらいのスポーツのねジャンルの人が集まっていただいて、ちょっとね私と一緒にこれから、まあ、オンラインで、まあ、こう座禅をやったり、本当にスポーツ選手に役立つセミナーをやったりとか、まあ本当にその人たちに純粋にも弓道をやってもらうと、家の中で私が家の中で強い弓が引けたのと同じように、で何よりね、家の中でもう十分にこう弓道の練習っていろいろできるんだなっていうことが僕の中ではすごく良かったですね。今回のこの騒動が、あとどうでしょう、今年1年続くかと思うんですけども、今年1年むしろ本当にね、まだやりたいことってたくさんあります、僕の中で。それをね全部こうこの達成していきたいと、てか形にしたいというふうに思ってます。皆さんはどうでしょう、こう新しいことに挑戦したり、新しいことにチャレンジしたりしてますかね。僕は本当におすすめしたいのが、まあ、小さな頃からこうやりたかったこととか、今だからこそこうコロナ禍だからこそ、この生活習慣や生活スタイルが変わる今だからこそ、こうね、例えば弓道以外のことを始めてみたりとか、弓を引くにしても弓道の中で新しい目標を持ったり、ね、そういうことやるのすごく大切だと思います。まあ、今回の新型コロナウイルスで既存の常識っていうか、今まで当たり前にやれてたことっていうのが全くできなくなったわけなんですよね。弓道の商談審査とか、今回の緊急事態宣言を受けて、全日本とかもできなくなったり、あ、全日本じゃないか、明治神宮でやる試合もできなくなったり、審査も中止になってしまったり、もう何もできないです。やるにしても人が、まあ、集められるかどうかっていうのがちょっとわからない。今、まあ、変化というか、今の既存のままでは弓道どうやってこう勉強していくか、どうやって稽古していくかっていうところも、まあ、わからないといったところになってくるんじゃないかなと思うんですよね。そういった時に、まあ弓道の中で新しい目標を持つっていうことはとても大切なことだと思います。まあ、例えばそれがね、
私が皆さんにお勧めするのは強い目を引いてみるってことですね。強い目を引いたらもう本当に弓道の考え方も変わるし、先生とか道場がなくたって弓道がもう楽しく毎日目が引ける状態にやろうと思えば全然できますので、とても弓道の価値観を変えるために強い弓っていうのはとても有効な選択肢だと思います。私自身も実はこう数年ぐらい前かな、もう弓道が本当に忙しくなってですね、本当に自分の好きなこととかやりたいなと思ったことがあったんですけど、できないことがありました。たくさんありました。それはもうその時の自分の処理能力であったりとか知識の数ではもうなんかその自分がやりたいと思っていたことをこう諦めなければいけないっていう感じだったんですよ。例えばさっきお話ししたスポーツで新しい分野でサービスやった、もうねできないと思ってました、私は一生。ところがこのコロナの影響でその、まあ、今までこうずっと長くね私のこの YouTube とかを見ていただいていた方もいなくなって、ああもう多分僕はもうそのスポーツとかね新しい分野で挑戦みたいなことできないかもしれないと思っていたら、意外にこう見てくれてる人っていうのがいて、こうスポーツの分野とかでも今もう相当いろんな知識持ってますから、こうスポーツの人に役に立つような話できるんじゃないかなと思ったんです。で蓋開けてみたら13種類か12種類ぐらいのスポーツ関係者が集まってくださって、これはもうやるしかないなと。まあもちろんね、その今までの弓道のこう古い文献をこう読んでね、弓道の弓の引き方をこうやってったわけなんですけども、それをまあこうスポーツ選手の人とかにも役に立つように、かつスポーツの選手の人たちに弓道がこう面白いなとこう思ってくださるようなね、あのそんなこう行動や活動っていうのをしたいなって思ってます。それができるとすごいこう面白いだろうなって思ってたことが、まあこの今回のコロナウイルスの事態のおかげで、その時間が有り余ったわけですね。で、まあ、全然こう仕事がなくなったと思いきやオンラインやってみたらですね、60人も人が集まってですね、でさらに時間が有り余ったので、まあ、英語であったり中国語であったりっていうその、まあ、勉強したかった内容もこうできるようになり、本当に新しいことにこう挑戦、いろいろこううまく時間をやりくりしてできたんだなって思います。でこれからさらにまた今こう私がねどうしてもこれやらないといけないってことがありますので、6月中旬までにね、そのかどうしてもこう片付けなきゃいけない仕事があるんで、それをちょっとこう形にして、またこう YouTube でねお話ししたいと思います。まあ皆さんもねこうすごく大変な時期だと思いますけども、ぜひね新しいことに挑戦して今だからこそ新しい自分に出会ったり、もっと弓道が楽しくなるきっかけに、これ必ずなると思いますので、ぜひやってみてください。ぜひ弓道のね練習をさらにこう考え方がこう広くなるようなそういう毎日を過ごしてみてください。私のおすすめはいろんなことや違ったこととか新しい目標を向けて行動する。以上です。ありがとうございました。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。番組概要欄にはですね、いろんな弓道の文献が読めるオンラインサークルになる、熱心な仲間と共に勉強して楽しく弓道やってますので、よろしかったらそちらもよろしくお願いします。さらにチャンネル登録もよろしくお願いします。以上です。